皆さんこんにちは。 CRS のガンちゃんこと岩山です。はい、おはようございます。おはようございます。今日はご覧の通りまたこの車紹介というところで、おお、はい、新車ご契約車両紹介ですねそうですね、はい、もう見るからに結構なハードカスタムの車両に見えますけど、そうですね、もう結構かかってますよ。ただならぬオーラみたいなのを出してる車両になりますけど、はい、ちなみに何県の方ですかね。うちの千葉県のご近所さんで、はい、千葉県の方で、そうですね、はい、N 様、はい、じゃあ今日は千葉県の N 様の新車ご契約車両紹介ということでよろしくお願いします。お願いします。それではじゃあ早速車両の方のご紹介させてもらいます、はい、まず外装から、もうフロントだけでもものすごい数見ての通りカスタムしてるんですけど、上からちょっとまあ細かなところから言うと、レクサスワイパーのフルセットですね、はい、変わっております。でワイパーガード、そうですね、ワイパーガード、はい、はい、SX のワイパーガード、バットパネル入ってまして、そして六眼ですね、バレンティさんの六眼のヘッドライト、ここ、はい、同色ですよね。そうです、車体同色にグリルも塗らせていただいて、うん、結構この統一感もあって綺麗なんですよ。バンパーとグリルとボンネットが同じ色なんで、そうですね、やっぱワイド迫力ありますね。迫力ありますね、はい、この厚み分っていうんですかね、はい、この分ですよね、はい、まあ、標準ボディでもちろんやっても、はい、ものすごいかっこいいんですけど、ワイドだったらなおさら。バンパーはノーマルですよね。そうですね、ノーマルバンパーで、フロントリップスポイラー、うちのバージョン4にフリッパーですね、はい、そうですね、はい、塗り分けで、まあ、ゴールドと黒、バージョン4のフリッパーです。でコンデンサーも、はい、イエローに SX ジャパンで塗らせていただいております。209をベースに、はい、外装はもう黒、はい、金っていうところで、はい、いやかっこいいですね、はい、もう締まった感じで、そうですね、でちょっと見にくいんですけどガラスもコートテックとかフロント入ってますね、入ってますね、前から見えるとこバッて言っただけで、そうなんです、この量部品点数がものすごい多いんでそうですね、はい、はい、もうちゃんとねナンバーステーも黒でブラック塗装のナンバーステーになっておりますね。ここもちゃんと統一されてるのが、はい、でナンバーフレームもちょっとごめんなさい、ナンバーついちゃってるんで隠してるんですけど、はい、ナンバーフレームも 3D ロゴのやつですね、はい、はい、入っております。バニティさんのドアミラーウィンカーですね、でスモークレンズのものになっております、はい、側面行くと、このトムスのドアバイザーとで、こういったアウターハンドルとかも車体の209塗装されております。で、25mm のオーバーフェンダーですね、入っててアルミ EL のゴールドです。そうですね、EL19 のゴールドですね、入れておりまして、で、キャリパーカバーが黒で、インペリアルゴールドのカラーに対してキャリパーカバーと、はい、これ黒特注ですかね。そうですね、まあ、色をそうですよ、ね、はい、塗らせていただいて、ないですよね、はい、キャリパーカバーバージョン2の特注で黒に、はい、2ピーシェルナットも黒です。でセンターキャップも黒ですね、なのでもう本当にゴールド黒っていうところで、はい、レンズも広角ミラーレンズのゴールドなので、あ、こっちから見てもそうなんです外装はもうとことんこだわってる。そうですね、はい、もちろんサイドもガラス入っております、はい、SX のコーティングがされてると思うんですけど、最近もうめちゃくちゃうちも人気なので、そうですね、はい、フロントに合わせて、そうですね、はい、こういったところもやっております。でサイドライナー、そうですね、はい、サイドライナーついてます。サイドライナー入ってて後ろに行くについて、はい、だんだんこうリアライナーも入ってる感じでついてるんですね、はい。ちなみにローダウンは、ローダウンはですね 2.5 インチ下がっております。低いですね、はい、低いですよ、はい、もうね、フロントもフリッパーついてるんで、はい、下すらないかどうかっていうところも、そうですねちょっと気をつけて乗ってもらわないとっていうぐらい、そうですね、スタイルはバッチリかっこいいんですけど、はい、今度後ろですね、後ろ行って上からディアウィング、プログレスのディアウィングですね、はい、入っておりまして、ワイパーホールカバー入っております。ヤワイパーレスですね、しております。綺麗になっております。で、そして SX のアクリルのエンブレム、はい、はい、入っておりまして、ハイエースとスーパー GL か GL は外されてる、はい、もう外しております。これがまたより引き締まった感じで、そうですね、はい、なっております。
で、もうテールはシグマのスモークですね。これも最近入れられる方非常に多いっていうところで、そうですね、はい、結構人気ですね。そうですね、基本受け付けてるところシリーズで。そしてリアもごめんなさいちょっと隠しちゃってるんですけど、はい、ナンバーフレームついてます。そうですね、3D ロゴのリアガーニッシュも車体同色の209に、はい、はい、ドアノブと一緒に塗らせていただいております、はい、で、リアバンパーのステップ、はい、アルミステップカバーのブラックですね、はい、FX の、はい、商品になってます、はい、マフラーカッターですね、はい、マフラーカッターこちらシルクブレイズさんのオーバルのブラックのマフラーカッター入ってます。かっこいいですね、このめちゃくちゃかっこいいんですよ、これ黒メッキというか、はい、はい、車に合ってますよね。そうなんです、もう本当にとことん黒っていうところで、こういったところもさりげないところも統一されております。そうですね、はい、すごい点数ですね。すごい点数です。逆に今後どこいじりますっていうレベルで、本当そうなんですよ、フルにやってもらってますね。はい、やっていただいてて、ちらっとさっき見えたんですけど、足回りもローダウンだけじゃなくてその間から見えますかね、オレンジ色のリアスタビライザー、リアスタビライザー入ってます、はい、でもちろん、ね、うちの14段ショックですね、はい、そうですね、はい、ショックアブソーバーもこれちょっと見づらいんですけどね、ないですよね、はい、はい、でまあスタビに関してはフロントとリアどっちもやってもらってる感じで、はい、はい、もう足回りはもうガチガチ乗り心地やるっていうところも実は中にその秘密じゃないですけど理由が隠されてるんですよ。じゃあちょっとこの後は、そうですね、この後はもう内装に移りましょう。はい、はい、お願いします、お願いします。で、まあ、早速内装行ってみます、はい、フロント側からですね。そうですね、運転席のところに行きましたけど、運転席側から、まあ、まず細かなところから言うと、はい、アシストグリップ、うちの SX のレッドで、ビレットのビレットのレッド入っております、はい、でそれに伴ってシフトノブもビレットのシフトノブのレッド入ってて、ここですね、サイドブレーキのカバーで、これもついてます。こっちのちょっと見づらいかもしれないですけど、はい、はい、フットレストカバーですねもレッド入ってます。はい、でコンソールのここですね、クローボックスカバーも、はい、クローボックスカバーもレッドのイルミネーション付きですね入っております。で先ほどちょっと見えましたけど、はい、スピーカーブラムのスピーカーです、はい、で LED のイルミネーション付きで、ちょっと一回アクセサリーにしましょうかね。そうですね、はい、な形でレッドに光りますよ。綺麗に光ってますね、はい、見えないですけど、このフロントドアのスピーカーのスピーカーも純正がついてると思うんですけど、変わってますね。変わってあります、プラムのものに、はい、でまあ、それともあって軽くフロントデッドニングもされております。あ、ドアの中、ドアの中、はい、デッドニングも施工されてます。でアベストさんの、そうですね、スカイビューナイトラインですね、はい、スカイビューナイトライン、はい、入っております。ついております。はい、でまああとはもう最近多いんですけどビッグ X、そうですね、はい、今もう音で分かった方もいらっしゃるかなと思うんですけどもう、はい、ほとんど方が今もう入れられてるんじゃないかっていうところで、はい、はい、ビッグ X ついて、ドライブレコーダーも、ドライブレコーダーセットですね、はい、連動のアルパインさんのついてますね、はい、これですね、アクリルスキャナーです、はい、で今回セキュリティもつけられてるお客様なので、はい、あのゴルゴっていうセキュリティなんですけれども、はい、セキュリティ連動で光るような形になっております。なるほど、はい、こちらもレッドに光りますよ。はい、でもここまで説明してても赤が多いっていうところにお気づきの方も、ね、はい、外はもう黒ゴールド、はい、中は黒赤っていう感じで、はい、お客様が好きなカラーを内装外装に統一して取り入れたって感じになりますね。なるほど、はい、でステアリングごめんなさいちょっと見づらいんですけど、はい、これも変わってますよね。そうなんです、このレッドステッチのガングリップのものに変わっております、はい、あとはもう小物でいうとスマホホルダー USB 充電器っていうところもしっかりついておりまして、はい、ます。でこれ変わってますよね、コンソールです。クラフトプラスさんのステディ3、おー、豪華ですね。豪華です、はい、もうこちらもレッドですね、はい、なっておりまして、そしてそうなんです、運転席、助手席、レカロのバケットシートが入ってるんですよ。そうですね、はい、これも GU ですかね、 GU ですね、 GU の黒赤、はい、そうです。長距離を乗られても、はい、やっぱり疲れにくいっていう、疲れにくいですよね、はい、これだけの装備がついてて。そうなんですよ、いやすごい。そして、はい、エンジンルームカバー、はい、フロントリア入ってて、はい、なおかつこのスカッフプレートって言ったら、こちらですね、はい、はい、これピリピリ剥がしたらシルバーになりますね。そうですね、はい、はい、まだちょっと納車前なので傷つかないように、はい、ちょっとまだ保護系のものはつけてますけど、はい、で足元行けば、はい、フロントもアルミステップカバー、そうですね、フロントのアルミステップカバーブラックで、
入っております。いや本当にすごいですね。すごいんですよ。こう語彙力がなくなるぐらいそうなんですよ。フロントもこのボリューム、フロントだけですよこれで。そうですね、はい、ちょっともう飛ばしちゃってますけど、もちろんフラマットとかもついてますし、はい、ついてます、はい、うちのねスマホホルダーとか USB 充電器っていうのが、はい、もう説明しなくていいんじゃねえかぐらいの、ものぐらいになっちゃってますけど、そうですね、はい、まあ、これだけのやっぱり各社さんのいろんなものがついてると、はい、ちょっとやっぱりね、あれですけど、まあ、でももうこういったちゃんとしたところもね、そうですね、はい、抜かりなくやっぱりこういう便利商品みたいなのもつけていただいて、はい、そしてやっぱり乗り心地重視ということは、はい、後ろがやっぱ気になりますね。後ろがすごいんですよ。じゃあ2列目にちょっと行きましょうか。はい、もう見ての通りですよ。リムジン7っていううちの内装なんですけれども、キャプテンシートですね。キャプテンシートです。しかもレザー、レザーです。レザーでオットマン付きなんですよ、はい、足がこうパッて出てくる。おお、これもう後ろの席の人最高ですね。そうですね、はい、もちろんアームレストも、そうなんですよ、アームレストも稼働しますし、はい、もうヘッドレストの部分もね積み込まれる感じで、この辺とかもしっかり体に合うように、なのでもう運転席助手席も疲れないですし、はい、2列目3列目の方も長距離乗っても疲れないよっていう仕様になってますね。なんかよくアルファードとかでも聞きますけど、はい、この車は運転する車じゃなくて、はい、2列目に乗りたい車だねみたいな、はい、そういった車両ですね。そういった車両です。そういった車両なんですよ。ちょっとハイエースにはまあ珍しくというか、珍しいです、はい、なのでこういうシートだからこそ、はい、乗り心地を重視して、わあ、ショックであったりスタビライザーであったりだとかっていうところを交換しますね。すごいですね、はい、はい、そしてやっぱり2列目に乗る人、はい、快適に乗れるように、そうなんです、まあ、まずこちらから 12.8 インチのフロントと同じアルパインさんですねのフリップダウンモニターと、はい、大きいですね、ちゃんと音聞こえるようにルーフスピーカーも入っております。で LED 付きのレッドですね、はい、こちらも入っておりまして、もう徹底されてます。そうですね、はい、でもちろんステージ3のクラフトプラスさんのコンソールついてるんで、はい、リアもカップホルダーだったり、ね、はい、ちょっとまあ小物置きだったりっていうのがありますし、はい、ます後ろもエンジンルームカップ、そうですね、はい、先ほど言った通り UI さんのやつがついております。今、はい、もちろんね後ろもフロアマット、専用フロアマットで入っておりますん です、ね、ちゃんと作り込んでおりますね。そして3列目、はい、3列目シートなんですけれども、はい、こちらもフラットにもなりますし、はい、前後にもシートがスライドするんで、まあ、ハイエースには珍しいですよね。そうですね、はい、もう普通の例えばワゴン GL とかだとどうしても稼働しないよっていう声が多かったりだとか、はいはい、使い勝手悪いよっていう声がよく聞くんですけど、正直、はい、こちらの車に関してはもう人も乗れて快適に乗れて、物もいっぱい積めるよっていうお車になってますね。すごい、伝わりますかね、この広さ。全然こう足元広々取れるんで。そうですね、はい、でいてこれ3列目も大人が乗っても全然窮屈じゃないですよね、はい、全然足元広いですよこれ。これだけあれば、はい、これだけあれば、はい、大きいクーラーボックスとかこの間に入れれるぐらい余裕あります、はい、とにかくすごいですよ。すごいですね、はい、もう豪華仕様っていて、ちょっとこの状態でトランクどのぐらいあるかちょっと見てみましょうか、はい、そうですね、さすがハイエースと言わんばかりに、はい、ラゲッジスペースが広いんですよ、はい、前側見てもらったと思うんですけど、はい、こんだけ2列目ゆったりもちろん乗れて、3列目全然余裕あります、はい、それでいてこのスペース感かなり広いですよ。ゴルフバッグで言えば2つぐらい、もうちょっと乗りそうじゃないですか。もっと乗りますか、うん、3個4個まではいかないぐらいですけど、でそれでいてこれ全開下げてるんですよ、後ろに、後ろにスライド全開下げてこれだけの広さなんですごいですよね、はい、伝わりますかねこのなかなかね手で表すのもなんかあれですけど、はい、このスペース感、はい、はい、ちなみにお客様この車両はお仕事ではないですよね、はい、お仕事ではない、まあ送迎メインで使われるっていうところで、まあお仕事プライベート兼用で使われるっていうお客様ですね、はい、贅沢なこと言いますけど、はい、やっぱり2列目に乗ってちょっと遊びに行こうかみたいな、はい、もう運転手付きで、はい、ちょっと海行こうか、はい、ちょっとゴルフ行こうかみたいなぐらいできれば人生勝ち組ですね。最高ですわ、はい、でちょっとまだ紹介漏れちゃったんですけど、はい、ステップの部分もこう
はい、ごめんなさい、見落としてましたね、はい、ここもステップイルミのレッドですね、こちらもついております。いやすごい、はい、あ、ここもごめんなさい、ガラスリット、はい、フィルム付きで、そうですね、はい、あのサイドと一緒で、そうですね、はい、ゴーサフィルムを貼った入ってありまして、はい、でフューエルキャップのイエローですね、ステッカー入っております。いっぱいパーツをつけていただいているので、はい、紹介が漏れちゃうところもあるかもわかんないですけど、そうですね、はい、もしかしたら全部拾い切れてないかも、かもしれないです、知れないですけど、はい、もちろんその作っていく中でパーツが多いので、はい、見落としがないかっていうところを、はいはい、慎重にやらせてもらってるんですけど、まあ、ご提案させていただいているときはものすごい楽しいので、フルカスタムですよ、フルカスタムですフルカスタムですフルカスタムに車両を、はい、そうなんですよ、作っていくものなんで、僕らも楽しいってことはもうお客様もね、はい、あの完成が楽しみっていうところだと、そうですよね、はいはい、思うの で、 でいよいよその車、はい、千葉県 N 様の N 様のお車を今日納車させていただくってことで、はい、今日本日はちょっとなんかこう駆け足になってしまいましたけどしまいましたけどね、はい、まあ、非常にこう統一感があって、あのカスタム盛りだくさんの、盛りだくさんです、はい、ご契約車両の紹介ということで、はい、こんな車両も言ってもらえたら全然作れます、はい、新車からでも、はい、そうですね、もちろんカスタムでもできますので、はいはい、あの気になる方がいらっしゃいましたらぜひ、はい、お問い合わせいただけたらと思いますので、はい、たよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。